りももです。今回は2月1日、2月2日に行われる魚田市会の持ち物紹介をしていきたいと思います。皆さんは魚田市会行きますか？私は2月2日のなやんちゃんに行ってきます。それではやっていきましょう。まずは必ず持っていくものを紹介します。魚田市会に必要な QR コードを見せるスマホは絶対持っていきます。これはサイトに書いてあるんですけど、スケートボードを見せてもいいし、スクリーンショットを見せてもいいし、 QR コードを印刷した紙を見せても大丈夫です。あとは当日電車を調べたり、暇つぶしのためにスマホを持っていきます。ここで注意事項です。中学生以下の方は保護者の方たちと行くか、保護者に書いてもらった同意書を持っていかないと私からには行けません。詳しくは公式サイトを見てください。次にマスクです。マスクは今コロナウイルスが流行っているので、出かける時などは絶対マスクをつけましょう。残りは持っていった方がいいものを紹介します。モバイルバッテリーと充電コードになります。これは充電が切れた時に必要なので持っていきます。次にポケモンのゼニガメちゃんになります。これはポケモンセンターで買ったんですけど、なぜかというと私はナヨンちゃんの渡し会に行くので、その時にナヨンちゃんに見せたいので持っていきます。次にミニラブリーちゃんのラブリーとモブリーになります。ラブリーはさっきと同様ナヨンちゃんとナヨンちゃんの渡し会に行くので持っていくのと、モブリーちゃんは推しなので持っていきます。次に北海道になります。北海道は今冬なので寒いので暖かくするために持っていきます。次にハンカチ、リップ、除菌ジェル、ハンドソープになります。手洗いうがいを徹底するのと除菌のジェルを持っていきます。次にお菓子になります。お菓子は暇な時などに食べたいので持っていきます。次にティッシュになります。ティッシュは汚れた時や鼻をかむ時に使います。次にラッピング用の袋になります。これはなよちゃんから何を渡されるかわからないんですけど持っていきます。このぐらいの大きさだと予想して持っていきます。次にマウスの会員証になります。これは持って行っても持っていかなくてもどっちでもいいんですけど、私は持っていきます。でこれはマウス3機のものですね。最後にトワイスライツのトートバッグになります。私は板場でお渡し会参戦します。でまだ板場を作ってないんですけど、これから板場を作っていきたいなって思ってます。持っていくか迷ったんですけど、結局持っていかないものを紹介します。まずはペンライトになります。ペンライトは今回ライブのイベントではないので使う機会がないと思ったので持っていきません。次に交換するものになります。交換するものは今回ライブや入った地会ではなく、お渡し会で時間なども決まっているので今回交換するブースはないかなと思うので持っていけません。最後は椅子になります。椅子は交換する際などに使ったり、あとグッズを買うときに並んだりするときに使うんですけど、今回あまり並ぶ時間はないかなと思ったので持っていけません。今回今撮影しているのが木曜日なんですけど、木曜日の時点でグッズ発表がないので、今回お渡し会のグッズはないんじゃないかなと思います。それではコロナウイルスに気をつけてお渡し会行く方はぜひ楽しんでください。私は2月2日のなやんちゃんに行きます。皆さん何日の誰に行きますか？ぜひコメントお願いします。それではバイバーイ。